第2試合ヘビー級4回戦を行います。赤コーナー211パウンド4分の1大橋所属ひまわり正体重 95.8キロ、ひまわり正デビューから2連勝で大輪の花を咲かせられるか。青コーナー220パウンド2分の1川崎一田所属マンモス上田。体重100キロのマンモス上田、デビュー戦でド迫力パワーを見せつけるのか。巨体を誇る2人がこのリング上に入場して、場内が若干どよめいています。2人合わせて体重およそ200キロ、日本ではなかなか見られないヘビー級4回戦が始まります。日本重量級の未来を担う一戦、ヘビー級の4回戦を迎えました。両者合わせて体重なんと 195.8キロ、ド迫力パワーのそんな試合が見られるか。マンモスが突っ込んでいきます。マンモスがコーナーに詰める、体を密着させてボディを打っていきます。白いトランクスが大橋ジムのひまわり正、これがプロ2戦目です。デビュー戦5月の試合では3ラウンド TKO 勝ちを収めています。一方追い込んでいった黒いトランクスのマンモス上田、これがプロデビュー戦です。コーナーに詰める、マンモス上田がひまわりをコーナーに詰めていきます。非常に引き締まった表情、そして相手眼光鋭く見つめるマンモス上田、リングが非常に小さく見えます。相手を抱えて、そしてミドパンチを打っていく、共にミドパンチ一発一発で場内がどよめきます。構わず前に行きます。マンモス上田、黒いトラクション、ミドストレート、ひまわりがややそれをさばききれないか。今左のジャブを軽く出していきました。ひまわりマサガードをしっかり固めて、左のジャブ鋭さがあります。白いトランクスのひまわりマサ、その左のジャブです。第1ラウンド1分が経過しています。お互いに今日の試合に向けて、まずは左のジャブをついて、そして試合を作っていきたい、そう話しています。右を打っていきます。マンモス右のボディ、ボディから顔面を打っていく。やはり軽量級とは全く一発一発のその迫力が違います。さあコーナー1分の2、決まりました。右入っているか。一旦体を預けます。口レフリーが分けますが、レフリーとの体格差を見ても2人がいかに大きいかがよく分かります。共に去年の12月のプロテストで合格した、いわゆるプロテスト同期の2人になります。ひまわり正は今年の5月、やはり同じプロテストで合格した金子ジムの藤中と対戦して、デビュー戦3ラウンドレフリーストップの TKO 勝ちを収めています。右のストレートが入ってレフリーストップを呼び込みました。一方黒いトランクス、マンモス上田は去年のプロテスト合格後、腰を痛めてしばらく練習ができませんでした。3月から本格的に練習を再開して、今日が念願の待ちに待ったプロデビュー戦です。さあちょっとマンモス上田、鼻血が出ているようです。鼻血が今下に流れてきています。序盤ひまわり正のパンチを受ける場面がありました。黒いトランクスのマンモス上田、体重100キロのマンモス上田、やや口を開き気味です。しかし前に前に出ていく、軽くステップを踏むようにして距離を測っています。ひまわり正左のジャブを当てていきます。マンモス上田がそのマンモスさながらの形相でボディから顔面打っていく。この2人は去年の12月プロテストの時にもそのスパーリングを行いました。そのプロテストのスパーリングでは、白いトランクスひまわり正がレフリーのレフリーストップを取ってスタンディングダウンを奪っています。残り30秒第1ラウンド経過しました。前に出ていく、そこを左のジャブでついていきます。ひまわり正表情落ち着いています。鼻血が出ているマンモス上田、しかし構わず前に出ていきます。一旦ここでレフリーを開けます。ひまわり正非常に表情落ち着いているプロ2戦目のひまわり正、白いトランクス、一方これがプロデビュー戦の黒いトランクス、左の腿のところに鈍重、鈍い獣鈍重という文字を入れているマンモス上田、しっかり前へ圧力をかけていきます。第1ラウンド今終了のゴングです。鼻血が出ましたマンモス上田、第1ラウンドお互いのパンチが相手にヒットしています。デビュー2012年5月、戦績1戦1勝、この1勝は6アウト勝ちでございます。10年12月生まれ、茨城県那覇市出身、上田選手、本日がデビュー戦となります。第2ラウンドのゴングが鳴っています。スーッと前に出ていきました黒いトランクスのマンモスウェラ、相手をロープに詰める、そしてファンツー、そして左左右のボディを打っていく、頭を下げて左右のボディを打っていきましたマンモスウェラ。
一旦ここでレフリーが分けます。ヒマアリマサは表情は落ち着いています。入ってくるところ左のジャブを打っていきます。ヒマアリマサ第1ラウンドはこのマンモス上田の突進に対してヒマアリマサがジャブあるいは右のストレートで応戦してその入り際を待ち構えるというような感じになりました。左のフックが軽く当たっている。マンモス上田構わずサイのパンチを出していく。サイのパンチを振り回していきます。すごい形相だ。口をやや開き気味前に出ていきます。ヒマアリマサがそれを迎え撃つ。体を一旦合わせました。ちょっと第1ラウンド途中でひまわりのパンチを受けまして鼻血を出しました。そこでまた左のジャブがついていきます。ひまわりまさ赤コーナーに詰まった体を入れ替えます。ひまわりまさそこですかさず左のジャブを出していく。体を預けて相手をロープに押し寄ります。一旦福地レフリーが分けました。共に今日の試合についてやはりヘビー級のその迫力のある試合を見せたいそんな話をしています。共に試合の流れとしては左のジャブ左を使ってそして前に出る圧力をかけて試合を作っていきたいそんな話をしています。一旦レフリーが白いトランクス赤コーナーのひまわりまさなんですが先ほどのインターバルそしてこのラウンドに入ってからもちょっと右の肘あるいは肩のあたりを気にするようなそんな素振りも見えます。今左のジャブだけを顔面そしてボディへと打っていきます。今右のパンチが出ない状態になっています。これはあるいはどこか負傷したんでしょうか。マンモスウェラがそれを構わず頭を前に出しながら左右のボディを打っていきます。一旦ファイティングポーズを取りました。口を開けながら眼光するとくロープを詰めていきます。マンモスウェラここ体を入れ替える。左のジャブから入っていきます。ひまわりまさ体を振りながら前に出ようというマンモスそこをひまわりが、待ち受けようというところです。相手の突進に対してひまわりが時折それを体を預けて一旦クリンチに逃れます。ロープに詰まっているひまわりロープに詰まっているのがマンモスウェダ相手の頭を抱えるようにしてボディを打っていく。ロープに詰まりながらもう第2ラウンド残りが30秒に近くなります。依然として第1ラウンドの終盤で鼻血が出てからその鼻血は止まっていません。またそこにジャブが入る。ジャブで距離を測るひまわりまさ 第2ラウンドも残り30秒を切っています。また相手の頭を抱えるようにしてボディを打っていきました。ちょっと口が開き方が大きくなってきました。黒いトランクスマンモスウェダー構わず前に出ていきます。ひまわりがそれを頭抱えてきた。クー左クー左超特ク接近戦で左のパンチを当てていきました。残り10秒の表紙に上がっています。ロープに詰まっているひまわりしかしジャブでうまく距離を取ります。足を使って左のジャブそこをマンモスが入ってくる。左のジャブを当てました。第2ラウンド終了のゴングです。第3ラウンドです。ヘビー級の4回戦後半第3ラウンドに入りました。第2ラウンドは相手の突進をうまくかわしながらジャブを当てていった白いトランクスのひまわりまさ第3ラウンドに入っています。背中が見えている黒いトランクスが川崎日田ジムのマンモス上田一方顔が見えている白いトランクスが大橋ジムのひまわりまさです。第2ラウンドちょっと右があまり出なかったそんな形がありましたがこの第3ラウンドは序盤から右のパンチを出しています。さあ相手を追い込んでいく。接近戦で左のパンチ相手を抱え込んでいきます。抱え込まれながらもマンモス上田がボディを打っていきました。黒いトランクスのドンジューという文字が見えます。そのドンジューという思いに込めた通りまっしぐらに自ら愚直に突進していきます。川崎日田ジムのこちらマンモス上田一方の白いトランクス大橋ジムのひまわりマサはその名前の由来となっているのが自ら整骨師として勤務していたひまわり整骨院そして現在今院長を務めているスマイル整骨院その2つの名前が自分のトランクスのももの裏側に刺繍されています。将来は共に日本チャンピオンそれを目指しています。白いトランクスのひまわりマサですが第2ラウンド右のパンチほとんど出せませんでした。どうやら右の肩が外れてしまったようです。今インターバル間にトレーナーがその肩を入れ直しました。第3ラウンドに入ってからは右のパンチも出せています。さあ第3ラウンドからまた本来のパンチが本来のボクシングができるか白いトランクスのひまわりまさ第3ラウンドちょうど半分を経過1分30秒を今経過しています。また眼光鋭くやや口が開き気味これは第1ラウンドから変わりません。黒いトランクスのマンモスウェダそこを迎え寄っていくひまわりまさ相手が突進してくる100キロの巨体をそのひまわりまさがクリンチで逃れます。福地レフリーがまた分けます。一旦距離を取りました白いトランクスのひまわりまさヘビー級ド迫力ファイトです。
一発一発のパンチ、やはり入れば軽量級とは全く勢いが違う、そんな感じがあります。残り1分を切りました。盛んに頭を振りながら、やや動きが軽快になってきたか、白いトランクスのひまわりまさ、相手をいなすようにして足を使っています。リング中央、また体を合わせました。白いトランクスひまわりまさ、プロデビュー戦では3ラウンド TKO 勝ちを収めました。今日の試合では自分のやってきていることを出したいと、左のジャブを当てて距離を測って入ったところで右を当てる、それを今日の目標に挙げていました白いトランクスのひまわりまさです。一方の黒いトランクスのマンモス・ゲダ、相手は右ストレートがいい、その右を出させないような左をしっかり出す、それを今日の課題目標として挙げていました。まだその左のジャブを有効に使っているというそんな感じにはなりませんが、しかし愚直に前へ前へと圧力をかけていきます。それを白いトランクスのひまわりますが、頭を見ながら、あっとしかしマンモスのパンチが当たっている。右ロック、頭を使ってフローというところ、マンモスのパンチが当たっていました。また頭を下げながらマンモスが入っていった、そこをクリンチで逃れます。距離を取りたいひまわりまさ、左のジャブを当てていく、ここで体を入れ替えて第3ラウンド終了のゴングです。こちら青コーナーのマンモス上田、インターバルでは大きく肩で息をしています。一方の赤コーナーひまわりまさは落ち着いた表情でセコンドの指示を聞いていました。さあ4回戦最終ラウンドです。ヘビー級4回戦最終ラウンドに入りました。白いトランクス、これがプロ2戦目のひまわりまさ、そして黒いトランクスが今日がデビュー戦になります。川崎リッタージムのマンモス上田、足を使います。白いトランクスのひまわりまさ、マンモス上田の突進を足を使ってかわしながら左のジャブを的確に当てていく、そんな形になっています。今度は左のフックを放っていった、体を合わせます。100キロの巨体、その体を預けますマンモス上田。その体を預けられただけでも相当なスタミナロスにもなるでしょう。白いトランクスのひまわりまさ、またロープに詰まるか、ここで体を入れ替えます。相手を逆にロープに押し込んでいく、そして左頭を下げるマンモス上田、そこに左のパンチを放っていった。レフリー口が一旦分けます。さあまた距離を詰めていくマンモス上田、やや体を下げながら体を預けようというところ、また距離が離れる。左のフック、後頭部あたりにやや軽くヒットしたか、押し込んでいく、ひまわりますが押し込んでいく、左のボディ、そして顔面にマンモスも左右のパンチを盛んに出していきます。体を預ける、なかなかマンモス上田の方はそのいい形でのパンチは入りませんが、しかし手数は出しています。また左のジャブ追ってくるところ、左のジャブを当てるマンモス上田、クリンチをされても、そしてそれでもパンチを止めません。左のジャブが当たっている、また左、ひまわりの左、まるで体を倒れ込ますようにして相手に体を預けます。あ、かなり苦しそうです。黒いトランクスのマンモス上田、口を開けている、マウスピースを噛みしめるようにしてまた前に出ていきます。そこはひまわりますが迎え撃つ、頭を下げるところ、起こそうという左のアッパー気味のパンチが入ります。体を預けながらパンチを当てていく、頭を下げます。大きな巨体、共に身長180センチ、しかし黒いトランクスのマンモス上田、その体がやや折れ曲がるような疲れたような感じも見えます。そのマンモスに対してややバックステップを踏みながら、まだ目はしっかりと相手を見つめている。序盤で肩が外れるというアクシデントがあった白いトランクスのひまわりまさ、しかし3ラウンド以降はその一旦外れた右のパンチも出しています。あ、マンモスが手数を止めません。残りも50秒を切っている最終第4ラウンド、ヘビー級の4回戦です。向こう側黒いトランクス、今日がデビュー戦のマンモス上田、第1ラウンドから手数は衰えません。一方の白いトランクス、今日がプロ2戦目のひまわりまさ、マンモス上田の突進をかわしながら左のジャブ的確に当てています。残り30秒を切るヘビー級の4回戦、さあ場内がヒートアップします。ジャブを伸ばすひまわりまさ、入ってくる、左ひまわりの左、ひまわりまさの左、と迫力ファイト、共に体重を合わせておよそ200キロ、ひまわりがしかしそれヘビー級に見つかわしくらい、ステップを振りながら左でパンチを合わせていく。最終第4ラウンド、最終ラウンド残り10秒の標識が鳴った。ひまわりまさ、目はしっかりまだ相手を見据えている。盛んにまだマンモス上田手数を出していく。ひまわりまさ、左のショートパンチが当たっている。ここで最終ラウンド終了のゴングです。勝負は判定へとも連れ込まれます。ただいまの採点をお知らせいたします。ジャッジ杉山39対37、ジャッジ阿部39対38、ジャッジ浅尾40対37、勝者赤コーナーひまわり。
赤コーナーひまわりマサー3対0の判定でこの勝負をものにしました。39対37、39対38、40対37、1人のジャッジは満点、フルマーク40点をつけています。白いトランクス、このひまわりマサがデビューから2戦目、この試合は判定で勝利をものにしています。デビューからこれで2連勝です。